はい、こんにちは、レトスノーノです。9月24日の3問に入る前に、本日も過去の合格者の体験談をお伝えいたします。模試の種類には大きく分けて、基礎編と実践編、この2つがあります。基礎編ではなんとなく点数を取ることができるのに、実践編になると急に難しく感じて点数が急降下してしまいます。基礎編は単なる知識の確認問題ですので、過去問をなんとなくでも回していれば点数はそれなりに取れるような問題形式で作られているのだと思います。ところが実践編の問題はそうはいきません。過去問そのままではなくて、様々な聞き方で難しい言い回しを含めて聞いてきます。過去問で勉強したはずなのに、しっかり理解をしていないと点数が取れないように作られているのだと思います。これは無理でしょうという問題も出題者は出しているのだと思います。なので難しく感じるのは当然です。私が一つ模試を解いた後考えたり行っていたことをお伝えしたいと思います。よかったら参考にしてください。一応模試の解説は一通り確認します。その中で解説を見てもわからないもの、これは私は放置していました。そして模試に正解率が載っているのであればそれを確認してください。正解率が 50% を下回っているような難問、これは不要な知識としていました。だから、解説を見てもわからないもの、また、正解率が 50% を下回っているような難問、この2つっていうのは、覚える必要も、また、気にする必要もないと判断をしていました。実際の本試験も難問は必ず出るから、そういった問題は解けなくても良いと判断していました。つまり、難問を解けるようにするようにするのではなくて、基本的な知識で解ける問題を得点できるようにすること、難問だと即座に判断できる能力を養うこと、この2つが重要だと私は思っています。この時期、模試を受けて点数が下がってショックを受けてしまっている方へお伝えしたいです。模試は模試です。点数は絶対に気にしないでください。点数だけで判断して落ち込んだり、もうダメだと諦めたら終わりです。そんなことで落ち込まず、諦めないということです。諦めることは試験が終わってから考えればいいことです。諦めないでください。この失敗を糧にして努力しましょう。落ち込みが大きいほど実力は大きく伸びます。失敗することで弱点、改善点が分かります。失敗することで気づくことが重要です。この時期に弱点が分かってよかったと思うようにしましょう。そしてこれから試験日まで前向きに弱点克服に努力していきましょう。このようなアドバイスなんですね。そしてこの中で私が実際個別指導の受講さんに言っている内容を含まれているんですね。それは何かというと、今この時期に解説を見てわからない問題、これについてはもう時間をかけずに飛ばしてくださいっていうふうに言ってるんですね。これなぜかというと、もう解説を見てわからないってことはもう理解できていない状況なんですね。この時期になって理解できていない状況の問題っていうものを理解をして、また復習を重ねて頭に定着させる、そこまでの時間ってもうほとんどないんですよ。であれば、解説を見てわかるような問題、そういったものから先に頭に入れていった方のが効率的なんですよね。同じ一つのポイントを頭に入れるために、1時間勉強して一つのポイントを頭に入れるのか、10分だけ勉強して一つのポイントを頭に入れるのか、どっちが効率的かと言われたら後者の方が効率的ですよね。10分で1つのポイントが頭に入るのであれば、単純計算で1時間あれば6個のポイントが頭に入るってことなんですよ。であれば、そっちの方から優先して頭に入れていった方のが効果は高い、勉強効果が高いってことなんですね。だから難しい問題、解説見てわからない問題っていうのはもう全然飛ばしてもらって構いません。たくさん確実な知識を増やすためにも、解説を見てわかる問題、そういった問題から中心に頭に入れていきましょう。まだ今からでも実力を上げることは可能です。この合格者様も弊社の模試を活用していただきました。今年はあなたが合格する番です。今年絶対合格しましょう。15日あれば3回分の模試復習まで行えます。最後まで諦めずに頑張っていきましょう。弊社の予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。それでは本日の3問に入っていきます。A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが、 A は無権代理人であった。
このことを C が知っていた場合でも、C は AC 間の契約を B が追認するまでは取り消すことができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、これ誤りですね。C は悪意だ。相手方 C は悪意だということですね。この部分です。C が知っていたと書いてありますので、C は悪意だということです。で、無権代理人の相手方は、過失の有無に関わらず、無権代理について善意、つまり知らなかったのであれば、本人が追認しない間は取り消すことができるんですね。で、一方、今回の問題っていうのは、相手方 C は無権代理について知っていたと書いてあるので悪意ですよね。ということは、このルールには当てはまらず取り消すことができないということになります。まあ、そもそも、契約をした A さん、つまり代理人ですね、が代理権持っていないってことを知って契約しているのであれば、あえて C さんに取り消し権を与える必要ありませんよね。保護する必要ありませんので、C は取り消すことができないということです。何も知らずに契約したっていうのであれば、それは C さんを保護する必要ありますけれども、知っていたっていうのであれば保護する必要ありませんので、先ほどの解説の通り、取り消すことができないと。悪意であれば取り消すことができないということになります。問いにですね、宅建業者は、事業開始後新たに支店を一つ新設した場合には、当該支店の最寄りの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない、丸か×かという問題です。答えは×ですね。支店最寄りではなくて本店最寄りです。営業保証金を供託している宅建業者は、営業保証金を本店最寄りの供託所に供託しないといけないんですね。これは初めて営業保証金を供託する場合もそうですし、新たに支店を増やして、で、その支店分の営業保証金を供託する場合も同じです。すべて本店最寄りの供託所に供託しないといけないです。まあ、これもおなじみの引っ掛けパターンなので、試験作成者はこういった問題が大好きです。引っ掛けパターンをちゃんと覚えておきましょう。で、問い3ですね。高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる、丸か×かという問題です。で、答えはこれ丸ですね。高度利用地区っていうのは市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るために定められる地区です。まあ、簡単に言えば空中部分、2階以上の部分ですね。これを有効に利用するために、小さな建物をできるだけ建てずに、比較的高い建物を建てていく区域です。そして、高度利用地区っていうのは、用途地域内に定めることができます。まあ、これもイメージできるとすんなり頭に入るので、個別指導ではどうやってイメージするかまで解説しています。このイメージがあれば、覚えなくても答えを導けるはずです。まあ、こういったこれは技術というのか、ノウハウというのか、テクニックというのか、まあ、そういったものはね、できるだけ使っていきながら勉強を進めていくと効率的です。そして試験1ヶ月を切った今、何を勉強したらいいのか、どのような勉強をしたらいいのか、これをお伝えできればと思います。この試験1ヶ月前はしっかり予想模試を行っていって、そこから弱点を見つけて、そこをしっかり克服していく、これがすごく重要になってくるんですね。なので大まかなスケジュールとしては、予想模試1回分について、だいたい6日ぐらいですね、6日ぐらいで、2回復習するっていうことを目標にするといいと思います。1日目に50問解きます。ここでもう2時間使っちゃうので、もうその日にですね、復習できれば復習した方がいいけれども、もしできないのであれば翌日以降で問題ございません。で、2日目は問1から問14ですね、権利関係の部分を行います。で、3日目が問15から32、4日目が30から50といった形ですね。ここは18問ぐらいかな。18問、18問、14問っていう形なんですけども、おそらく、権利関係一番時間使うと思います。ここは理解しなければいけない部分が非常にたくさんあるので、一番時間かかるんですね。問題数は少ないけども時間かかると思います。一方で、3日目、4日目っていうのは権利関係以外なので、問題量は多いんですけども、比較的早く終わると思います。で、ここまでで一通り50問復習を終えます。1回目の復習を終えます。で、ここでやっていただきたいものっていうのは、曖昧な選択肢については三角。解けたけれども曖昧だってことですね。本当にちゃんと知識として頭に入っていて解けた、確実に解けたっていうのであれば、ノーマークでいいんですけども、解けたけれども、なんかちょっと知識曖昧だなっていったところは三角をつけておきましょう。で、解けなかった問題については×をつけます。
そして5日目、6日目で今行った三角と×、ここを集中的に復習をしていきます。ノーマークだったらもう確実に解ける問題っていうのはもう次やっても大体解けるんですよ。なのでそこは飛ばしていただいて三角×を中心に勉強します。ただ×の中でも全く解説読んでもわからないっていうものがあるんですよ。でそういったところはそれを理解をして頭定着させるってそこまで行くのはなかなか難しいので、とりあえず解説を読んでわからないものはもう飛ばしちゃって構いません。重要なことはどれだけ多くの確実な知識、これを頭に入れるかなんですよ。曖昧な知識は10個あったとしても点数にならないんですね。一方で確実な知識が1個あればそれは得点に結びつきます。だからより多く確実な知識、これをつけていく、これが重要になってきます。だから曖昧な選択肢と解けなかったけども解説を見てわかるもの、ここに絞っていくっていうことがすごく重要なんですね。これを行っていけば実力は上がります。残り1ヶ月であったとしても実力を上げること可能です。で、この動画を見ていただいたのがもしかしたら15日前かもしれない。15日前だったとしても2回分の模試は2回復習できますので、その分は実力を上げていただきます。残り試験まで1週間かもしれない。1週間であれば1回分は行えますよね。その分実力を上げていただけます。だから最後まで諦めないっていうところがすごく重要です。ただ市販の模試だとなかなか理解すべきところまで載っていないので、その部分を自分自身で調べなきゃいけなくなっちゃうんですね。理解すべき部分を自分自身で調べなきゃいけない。そうなってくるとなかなかこの計画ではいかないんですよね。調べる時間も含めるとおそらく1日で権利関係14問これを全部復習するまではおそらくできないと思います。できて5問ぐらいだと思うんですね。そうなってくるともう全然時間間に合わないんですよ。なので市販の模試だとこのようにはいかないかもしれない、もっと時間かかるかもしれないんですけども、弊社の模試であれば理解すべき部分までも解説の方に載ってますので、この計画で進めていただけます。実際弊社の個別指導の受講さんも同じようにこの計画、もっと早い方は5日ぐらいで2回の復習をしていただいております。なので短期間で実力を上げたいという方はぜひ弊社の予想模試ご検討いただければと思います。そして予想模試のお申し込みについてはこの動画下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して頑張っていきましょう。